の祈り叶えてあげてね。元気を出せ。元気を出せ。無理だけど元気そうだね。ルクセリオより不便だけど彼がいるから平気よ。せっかくだからこっちを案内するわ。あ、そうそう、街道から外れちゃダメよ。ここら辺じゃね。はいはい、わかってるよ。母と娘か。嫌でも思い出すよ。どうかしたのか。ええ、私にも家族がいた。実の娘みたいに可愛がってたのにね。別れがあったんだな。まあね、縁あって迎えた子なんだけど、よく懐いてくれた。ふさふさの毛が柔らかくてね。ふさふさ？ああ、そうか。猫かな。残念、犬よ。名前はコロネ。大事な家族だったんだよ。目を離した隙に迷子になって、それっきり帰ってこなかった。コロネの方は私のことを家族と思ってなかったのかもね。コロネ、どこに行っちまったのかな。
的一撃を見せよう。お前の戦いは。楽な仕事だ。読まれるものか。むなしい。困っているようだな。見ての通りさ、モコモコさんたちが逃げちゃったんだよ。こんなこと初めてだよ。何があったんだろう。にしても弱ったな、よりによってこんな時に。はっきり言ってくれていいぞ。私のせいで羊が逃げた、どうにかしろとな。あ、そんなつもりで言ったわけじゃないよ。もちろん連れ戻してくれたらすっごく助かるけどさ。何頭逃げた？特徴は？全部で3頭。見ればすぐに分かると思うよ。とっときの餌で育てたから、他の羊より体が大きいんだ。臆病な生き物だから、脅かして追い立てればここへ連れ帰れるよ。でも、なんだか悪いな。連れ戻してくれたらちゃんとお礼はするよ。せいぜい期待しておく。大いに期待していいよ。お礼はモコモコ羊のミルク。ただのミルクじゃない、栄養たっぷりの特別なやつ。あの3頭が揃えばまとまった量が取れるから。
これで全部だな。よかった、本当に助かったよ。お礼に羊のミルクをあげるよ。他じゃ取れないとっときのミルクさ。今絞るからちょっと待っててね。はい、お礼のミルク遠慮なく持ってってよ。よかったよ、長年の研究が無駄にならなくて。研究か、ただの羊飼いではないんだなお前は。うん、僕は羊のミルクをずっと研究してたんだ。野生の羊の中からとっときの品種を選び出して、餌も改良に改良を重ねて手塩にかけた3頭だった。やっと満足のいく品質を達成したとこだったんだ。そしてついにバルハラの天使に選ばれたあなたにこのミルクを献上することができた。本当に良かったよ。私が選ばれたものだと？何を根拠に言っている？僕がそう思うから。じゃあ理由になってないかな。白いチョコボの噂、カオスや魔物の活性化、世界の終わりは確実に近づいている。そんな中であなたの噂を聞いた。どこからともなく現れたバラ色の髪の乙女、純白のチョコボの主にこれほどふさわしい人はない。そう考えていたところにその本人が現れた。これって運命じゃないかな。さあな、そう思いたければそれでいい。僕は信じてるよ。僕の作ったミルクが世界の運命を変えるんだって。あなたは天使に選ばれた人だ。その出会いの一つ一つが世界を変えていく、そう信じてるからね。ライトさん、それチョコボにあげて。どうした？元気になったな。そうか、よかったな。チョコボが元気になって本当によかったですね。早速ですけど、チョコボに乗って女神の神殿に行ってみますか？そうだな。大いなるカオスとかいう伝説が気にかかる。あの神殿を調べておきたい。神殿の麓にはポルタという集落があります。住んでいるのは女神エトロの信徒です。ポルタの人々は女神エトロを信仰しています。神殿や大いなるカオスについて救世院にない知識を持っているかもしれません。神殿に踏み込む前に挨拶ぐらいはしておくか。
障害は飛び越えるぞ。くらえ！星はやがて生まれ、なさい。元気なチョコボだな。ありがとう。でもこの子、この間まで怪我をして歩くのも大変だったのよ。そうなのか。今ではすっかり元気だけどね。走れるようになったのは薬草のおかげなんだ。随分効くんだな。なんという草だ。
薬草に興味があるの？そういえばあなたバルハラの天使を見つけたっていう。だったら助けてあげなきゃね。薬草の名前はユールの花。東にあるハイトの外れに咲く綺麗なお花よ。ユールの花か。チョコボを森まで連れて行ってその場で食べさせてあげるの。摘んできちゃうとなぜか効き目が弱いのよね。それとね、一つお願いがあるの。ユールの花を食べさせたらバルハラの天使をここに連れてきてくれないかな。構わないが、なぜだ？ありがとう。ちょっと確かめてみたいの。もしかするとチョコボって本当は言葉を喋ることが。チョコボが口を聞くだと？なんでもないわよ。忘れないでね、場所は東のハイトの外れ。魔物がよく出る場所だから気をつけてね。なあ、ナディ姉ちゃんと何話してたんだ？薬草のことをな。チョコボの怪我にはユールの花が効くらしいが。ん？ユールの花？なあ、もしかして花を食べさせた後でチョコボを連れてこいって言われなかったか？よくわかったな。やっぱり花を食べさせたってチョコボが喋るわけないっての。ナディもそんなことを言っていたな。そのユールの花というのは本当に薬草なのか？あ、変なこと言っちゃってごめん。チョコボの怪我には効果てきめんだから安心して。僕が心配してるのはナディ姉ちゃんのこと。あの人ちょっと想像力が豊かすぎちゃってね。まあ気にしないでいいよ。姉ちゃんのことは僕が何とかするから。ったく、世話が焼ける姉ちゃんだな。一緒に戦ってくれ。全ては終わる。
けき一撃を見せよう。息の根を止めてやる。すべては終わる。かけき一撃を見せよう。思い残すことは。出してやれ。準備はいいな。行くぞ。はっ、やっ、かけき一撃。
これがユールの花か。体にいい薬草らしい。食べてみろ。確かに聞いたようだな。この薬草を教えてくれたナディはお前に会いたいそうだ。ヤクトの村へ礼を言いに行くか。蹴っ飛ばしてやれ。一緒に戦ってくれ。
お前の光を奪おう。カオスに虚す。私もうダメかも。ナディ、どうした？大丈夫か？クエですって？作戦失敗だわ。仮病か。一体何のつもりだ？ちょっと恥ずかしいんだけど、昔話を聞いてくれる？私、ユスナーンから来たの。家族と喧嘩して家を飛び出したのよ。あっちではお嬢様なんて呼ばれて、何一つ不自由なく暮らしてたんだけど、人に頼って生きるのが嫌でこの土地へ流れてきたの。誰の助けも借りず、自分の力で生きたくて。自分の力も知らずに、だろ？ええ、身の程知らずだった。すぐに森で行き倒れちゃって、その時偶然この子と出会ったの。この子まだ怪我が良くなる前でね、ユールの花をくわえてた。あ、私ここで死ぬのかな。でもチョコボに見取られて死ぬなんてちょっと素敵かも、なんて上言をつぶやいた。その時この子が人間の言葉で私を励ましてくれたの。頑張って、僕も頑張って生きるからって。最初はすごいびっくりしたんだけど、その時の言葉が心にスッと入ってきて、心の使いが取れた気がした。それから村の人たちに助けられて今もここにいるの。でもこの子の声を聞かなかったら、私あのまま死んでたかもしれないわ。命の恩人というわけか。それで仮病のお芝居か。あの時のように死にかけたふりをすればチョコボが喋ってくれるかもしれないと。そう、花をくわえたチョコボの前で倒れてみせて、生き倒れた時を再現してみたの。またあの声を聞きたかったんだ。なんだか最近生きることに疲れちゃって。だけどもう一度チョコボの声を聞けたらちょっとは元気になれる気がして。変よね、チョコボが喋るわけないのに。ああ、やっぱり空耳だったのか。大丈夫、きっと見つかるよ。え？こっち見ちゃダメ。君が生きてきた意味、君が生きていく意味、きっと見つかる。
もしかして君はもうそれを見つけてるんじゃないかな。迷っても転んでもそれも道筋のうちさ。だからそのまま進み続けて。うん、ありがとう。本当にありがとう。なんだよ。チョコボが口を聞いたんだ。生きていく意味きっと見つかるか。腹話術がうまいな少年。少年って何よ。お前女の子か。すまない、気づかなかった。まったく、もう私ってほんと気づいてもらえないのよね。ナディを助けた時もそう。ナディったらチョコボに乗ってた私に気づきやしなかったんだから。そうか、そういうことだったのか。チョコボに乗ったお前が話しかけたのに、死にかけていたナディは誤解して。チョコボが喋ったなんて思い込んだわけ。とは言ってもそんな誤解がナディにとって生きる希望になったみたいだからいいんだけどさ。いい？このことはナディには秘密だよ。ああもちろん。ナディを励まそうとしてチョコボを演じた、お前の気持ちは無にできないからな。いいセリフだったよ。迷っても転んでも道筋のうちなんてな。え？何それ、そんな言葉知らない。私が言ったのはほんの一言だけだよ。なんだと？じゃあ例のセリフは一体？不思議だね。空耳？それともチョコボが本当に？あの少年は。ヤクト自慢の狩り道具だ。どんな魔物にも負けないぜ。具合が悪そうだな。ごめんなさい、ちょっと喉をやられてね。医者の不養生ってやつ？まあ人間の医者じゃなくてチョコボの薬を作ってるんだけど。薬の調合師か。そうよ。ってあらやだ、お客さんだったの？今更だけどいらっしゃいませ。薬の材料は自分で持ち込んでちょうだい。それがここのルールよ。まあうちで調合してるのは人間じゃなくてチョコボ用だけどね。専門の薬師がいるなんて、この村のチョコボは大事にされているな。チョコボがいなきゃ暮らしが成り立たないからね。何がご入りよ？チョコボの滋養薬だ。必要なのは妙な咳だな。医者に見せた方がいい。平気よ。チョコナミンの希望だったわね。材料になるチョコボだけとナメクジスイーツを持ってくれば調合してあげるわ。いらっしゃい。バルハラの天使の様子はどうかしら？悪くなってはいないようだ。よかった、材料は揃えてきたようね。早速チョコナミンを調合するわ。はい、チョコナミンが完成したわ。最高級のものができたわ。これならその咳普通じゃないな。医者はどこだ？すぐに連れてこよう。無駄よ、医者もサジを投げたわ。お前、じゃあ。ええ、私もう長くないの。確かに人は永遠に近い時を得たわ。でも病気になれば死ぬし、飢えて死ぬことだってある。世界の終わりを見届けることもできずにね。でも私は命の火が尽きる前にバルハラの天使のための薬を調合できた。それも最高の材料で作った一世一代の傑作よ。これって素晴らしいことじゃない？あとは人として最後の務めを果たすだけ。務め？何の話だ？何でもないわ、個人的な話。さあ早くチョコバに薬を届けなさい。ところで赤いキノコクリームマッシュルームって見かけたことないわよね。何でもないの、忘れて。
くなったらどうぞ。あ、材料はちゃんと自分で用意してね。ライトさん、それ、あげてみませんか。クエクエ。